田駅を通過いたしました。松井田駅通過後は日付に視界が開けて、進行左側にはギザギザに尖った山が迫ってきます。この山は妙義山です。長い時間をかけて削られた山肌が特徴的で、赤城山、羽田山とともに縄文三山の一つとして数えられています。